はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠沢良治でございます。杉ちょびれ様、白猫トマト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。3月27日次の日曜日ですね、午後に池袋で NHK スクランブルデモを開催いたします。詳しくは動画説明欄もっと見るっていうのをクリックして、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。電力供給逼迫につき経産省が節電呼びかけ、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡の東電管内ですね、東電から電気買ってる人ら、家庭や職場で不要な照明を消して、暖房設定を20度にして、などなど呼びかけておりました萩生田経産大臣が、ネットの反応です。どこの北朝鮮、電気足りないって中国かよ。20度とか凍えてまうで、アホか、原発動かせっつうの、この状況で EV とか笑えるぜ、電気自動車あすか、暑いのは我慢するが寒さには弱いので無理です。私は寒さにも暑さにも弱いです。特に寒さは貧血なので手足がすぐに紫になってしまいます。寒かったら着込めばええやん。そういうわけにもいかねえんだよね。原発全開させろや。家庭の節電なんてたかが知れてるぜ。結局遅かれ早かれ原発動かすんだからさまあ動かしますよね、遅かれ早かれね。原発もあの停止しっぱなしだって言うんだったら、もうね、あの解体工事とか始まってるはずだしね。東電管内で部分的に停電が発生してしまいました。裾野市、これあの静岡でしょうかね、あの富士山の、1090件、石岡市570件、保土ケ谷区430件、旭区20件、霞ヶ浦市10件未満などなど、この他の地域でも夕方以降停電するかもしんねえって東電が発表しておりました。夕方停電しちゃうと、まあ懐中電灯必要ですね。あとあの暖を取るため発金回路であるとか、風呂に水ためなんかのご用意をこれマンションの方特になんですけど、上のタンクに水あるうちは水でんですけど、そのタンクに水をあげんのにポンプ、電気ポンプ使いますから、それ止まっちゃうとね、上のタンクが空っぽになっちゃうと水出ねえぐなっちゃいますから、トイレ流すのに困ると。なもんで風呂に水ためとくというのは震災経験者は、知ってることであります。電気は基本貯蔵できないんだから、使用量最大値を、想定して発電事業しなきゃダメだろう。見積もり甘かったんじゃないか。電力逼迫なんていうと大体真夏、クーラー、すごい暑い日の日中なんか出るもんなんですけど、真冬にこれが出るって、あれですね、珍しいですね。経産省が無能なんだか、のんきか、のんきなのか。萩生田経産大臣、最大限のご協力をお願いいたしますなんて言っとりましたけれども、岸田政権ね、総理自身も何かかんかお願いしてましたけど、自分の無能を棚に上げ、あれしてこれしてこれはしないでってお願いばっかだな。そういうお願いされるたびに私なんかはイラッとするんですけどね。これは小池都知事も一緒ですね。のんきか、のんきなのか、皆さんにいろいろ我慢したりとかですね、お願いしたりしないで済むようにお前らがしっかり仕事しなくちゃダメじゃんか、政治家なんでしょうって、思いましたけどもね。天気予報によれば、一日のうちで一番暑いはずの豊島区、今雪降ってます豊島区、
14時、午後2時っていうと、だいたい1日で一番気温高いんですけど、の気温が1度です。寒いです。私、今は、部屋でエアコン24度に設定しておりますけれども、まあ私、冷え性なんで、白金回路なんかも、これ以上寒くなったら使おうかな、なんていう感じですけどね。室内でも、暖房しないと、着込んでも着込んでも耐えられそうにないんですよ。特に私は。まあ体力、癌になっちゃって体力がぐっと落ち込んでますから、白金回路総動員でも、まあ厳しいだろうな。家庭での節電なんか、たかが知れている。まさにその通りですね。私的には、テレビを見ないっていうのをおすすめしたい。意外と電気食うから。ましてや今ですね、大画面、40型、50型っていうの一般家庭にもある時代ですから、テレビを消す。できればそのまま捨ててください。あと、パチンコ屋を、こういう時は強制営業停止できるように、法整備しといた方がええんでねえべか。ワイドショーなんかテレビではですね、電力逼迫で、地面叩き、ソーラー押しなんかを必死でやるとは思うんですけれども、テレビ消せとは決して言わないですね。テレビが意外に電気食うってことを決して言わないですね。テレビではね。こういう時にパチンコ屋に出かけて、電力遊びのために消費してるやつって、一体どういう神経してんのかな、謎ですね。まあパチンコ屋も、客が来っから営業するんですよ。しょうがないじゃないですか。言いたい気持ちもあるでしょうけれどもね。どんなに電力が逼迫してもですね、テレビとパチンコは叩きません。それがテレビ業界の腐り切った体質であります。一遍大規模停電してですね、原発やっぱ必要だよねっていう世論が喚起された方が、長い目で見て子孫のためじゃないか。病院なんかとかは緊急自家発電機能あるでしょうしね。まあそういうのがない町の歯医者さんとかは停電してる間は営業できませんけれども、悪魔のカンナオトが震災で原発全部止めちゃって、家庭用電力は 25%、産業用電力は 40% 値上がりしっぱなしであります、現在も。それプラス復興税とか課せられちゃってて、帝国の若者はお先真っ暗ですね。我々おっさんたちが騒いでですね、原発再稼働させてですね、電気量を下げないとね、若者はなんせ忙しいから勉強とか恋愛とか仕事を覚えることで忙しいから、我々おっさんたちがしっかりしないといけないなぁ、思っております。電気代安くしないと給料も上がらんし、工場が日本以外外国に逃げ出っちゃう、電気料安いとこつってね。立憲や共産や社民や令和がですね、原発反対なのは9条と一緒の理由であります。金もらってるですね、近隣諸国に都合が悪いから、原発日本がガンガン動かしちゃうと、近隣諸国が都合が悪いから立憲とか共産に金やって反対運動させていると。帝国の原発技術は世界一であります。ものすごいね、洗練された核弾頭もすぐできちゃいます、作ろうと思えばね。それを阻止したいっていう近隣諸国がですね、日本の核研究を妨害したい、阻止したい、停滞させたいっていう理由でですね、原発を目の敵にしておると。9条も同様ですね。9条なくなっちゃうと近隣諸国に非常に都合が悪い。だから立憲とか共産とか、朝日新聞とか毎日新聞に金やって、反対運動をさしている。なんでかんで改憲妨害、改憲阻止、改憲停滞させている現状がありますね。帝国の核と9条破棄が都合悪い例なんですけど、ロシア
北方領土取り返されちゃう。日本が核弾頭を持って9条もないとなると、北方領土すぐに取り返されちゃう。中国狙ってる尖閣諸島とか沖縄とか新潟が絶望的になる。竹島を秒で取り返されちゃう韓国あと今まで散々反日やってる自覚があるから仕返しを恐れている北朝鮮、拉致被害者特定失踪者返還交渉でさら地にすっぞ核ぶっこんでって言われると身体極まっちゃうから9条と核に大反対している日本の、手先を使ってね手先っつうかソ連とかの民団も直接工作してるとは思いますけれどもこれらの国がですねあのテレビと新聞と特殊野党に命じて原発反対改憲反対をやらしていると、成立するとこれらの行為が罪に問われるスパイ防止法もついでに大反対していると、スパイ防止法に反対しているやつらスパイであります自覚悪から大反対してんだよね、こいつらの帝国からデトックスしないと子孫にですね当時のおっさんどもはつまり我々は一体何を寝ぼけさんか何にもしねえでって怒られますんでね、ロシアの本当の大きさがこちらですメルカトル図法の5分の1っていうのが実情こんなにちっちゃい地図で見慣れた地図ではあんなにでかいのに実はこんなにちっちゃいなんか勝てそうな気がしたな日本だけでもやっつけられそうな気がしてきたな、ロシア政府日露平和条約交渉打ち切りを通達してきたそうであります。ネットの反応です。そんなことやってたのか。もともと条約守る気なんかねえだろ。不可侵条約を無視するような奴らだぞ。敵対国認定されたばっかだしな。信用したら負け。絶賛戦争中の国と平和条約って、もともと無理な話だったし、制裁が足りないってことかな。もっと制裁してくれってことかな。ポーランドあたりに武器輸出してやろうぜ。嫌がらせですかね。今更そんなもの交渉されても逆に困るわ。これに対して口だけ総理。断じて受け入れられない。強く抗議した。なんてあの国会で、答弁しておりました。ネットの反応です。ああ、そうですか。じゃあ、いかんのか。これは良い知らせ。一方的な打ち切りには形だけでも抗議しとかないと。どうせたかられるだけだし、いい機会やん。お前らとは話にならん。こっちも好都合だ。言うとけ。どうせ緊張感を持って注視してるだけだろ。北海道が危険だし、軍備増強待ったなし、抗議だけじゃ無意味だぞ。追加制裁もセットでないと。ロシアは何をやっても同じと。一体何十年交渉してんだって話ですね。もう見切りつけてこっちから打ち切るべきだったんですよ。外務省の何人かにですね、無駄な仕事、無意味な仕事、到底実現しそうもない仕事をやらしてですね、養うため、税金の無駄遣いするための交渉だったのが、ことですね。パチンコ屋倒産ブログさん、戦後の外務省の外交方針が間違ってたと認めろ。自分が担当の間はどんなに国益を損ねても子孫に迷惑かけても相手国の言いなりになってれば退職まで無事って考えで何十年もやってきたんだろうがクソボケがと日本が悪いって言っておけば自分は無事ってことばっかししやがってと、口を極めて罵倒されておりました外務省の連中をね、帝国はロシアの円資産を凍結するっていう戦争行為してるんだから打ち切りはまあ当然ちゃ当然なんですよ交渉打ち切りは、最近敵対国ですって認定されたしね、ロシアの円資産約4兆円を凍結
これを理由にですね、攻められても攻撃されても全くおかしくない状況であります。なので、北海道方面の軍備増強は不可避なんですけど、空っぽ岸田分かってんのかな、この状況不安だな。自分の御殿に引きこもって側近どもに良きに計らえなんとばっかし言ってる公家総理ですかね。北海道攻める余力がなくなるようにですね、ウクライナで損耗してもらうのが帝国の利益であります。もうズダボロになって北海道なんか攻めらんねえっていう状況になるっていうのが帝国の利益なんですね。こっそりねウクライナに最新兵器とか送っちゃえよ。このぐらいずるいことやんねえと平和とか安寧とかは守れませんよ。どんな代役でも攻撃のためならば許されるっていうのは地政学ですけれどもね。それが無理っつったら人道支援っつってね、資金援助であるとか食料を大量に送ってやっとかさ、北海道を攻められたら、まあ北海道に限らずどこでもね、日本攻撃されたら損失は莫大ですよ。そんなね、支援にかかるお金の100倍ぐらい損失しちゃうから、それをね防ぐための支出だったらば税金の無駄遣いにはならないと私は思います。カテリーナ2世の頃から変わらないですね、欧州の田舎者、白人の皮をかぶったモンゴル人などと嫌われまくりだったロシア、自分都合でですね条約や協定を平気で破る半島気質、あるいは中国気質まあ白人の皮をかぶったモンゴル人っていう評判ですからね価値観の大変化が起きたですねソ連を通過しても全く変わってねえんだなーっていうのが今回の突然の暴挙でわかりますよね。英雄がロシアに突然英雄が出現してですね全土を統一して、その家系が300年ぐらい直接統治し、その後ですね政治は任すからっつって政治権力を手放して君臨すれど統治せず、政徳分離を成し遂げてですねその家系が滅びないで2000年ばかし続かないとロシアは変わんないと思います。つまり嘘つき、条約破り、卑怯者、火事場泥棒、一方的に攻めんのが大好きっていうのは変わんないと思います。今のところ一番近いのが、まあ英国なんですけどね。ここもですね、政徳分離は成し遂げてますんでね。つまり政治と権威、権力と権威の分離ができていると。日本も皇室が権威を持っていらしてですね、総理大臣を任命して権力を振るわせるっていう構図は全く征夷大将軍の頃から変わっておりません。イギリスが今の体制であと1000年ぐらい行ければまあ日本ぐらいの民度になるんじゃないの、イギリスは。ロシアは2000年だけどねっていう感じですかね。というわけで27日デモやりますんで皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。